うわー、100カロリー消費できました。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回分かるようにですね、サウナスーツを着てます。ということは今回はタートルズブートキャンプです。今回はこういったメニューになってます。50ジャンピングジャック、35クランチ、30スクワット、15プッシュアップ。これをやりきることで100カロリー消費できると言われております。ですのでこれを2セット3セット4セットって繰り返すことで300カロリー400カロリー消費ができるというエクササイズメニューになります。今回はこれを1セット一緒にやっていきましょう。レッツゴー。50ジャンピングジャック。ラスト10。オッケー。はい、次は35クランチ。よし、よいしょ。ひっつくひっつく。5回。30スクワット。腰が丸まらないように、腰が反れないように股関節を引きます。ラスト15プッシュアップ。お疲れ様でした。これで100カロリー消費すると言われております。もちろん心拍数にもよりますから、そこはね、はっきりとね、絶対100カロリー消費したっていうところは言い切れないんですけども、一応100カロリー消費するというメニューになってます。結構手軽ですよね。これならまあね、1日の中で何回か分けて3回ぐらいやればですね、1ヶ月で毎日続ければ1キロぐらい脂肪が減るっていう計算になります。まあまあ息がね、まあまあ息が上がる。やっぱりこのね、サウナスーツ着てるともうひっつくし、汗でひっつくし、やっぱり皮膚呼吸ができないからか結構しんどい。
だからね、やっぱり汗かくことで痩せるっていうわけではないですけども、やっぱり呼吸が荒れやすくなるっていうところで、やっぱりカロリー消費をね、サウナスーツ着てるだけで上がります。汗もね、しっかりかきやすくなるし、体がやっぱり冷えるとね、代謝が下がっちゃうんで、やっぱり定期的にね、こういうの着てからですね、サウナスーツでも着て、暖かい格好をして、しっかり汗を出す、体を温めるっていうこともね、とっても大切です。いや、今回ね、この100カロリー消費メニュー、何度もね、痩せたい方って何度もやってほしいですね。基本的に全身使うエクササイズになってますんで、まあ、バランスよくね、痩せることができます。そしてジャンピングジャック、なんだかんだジャンピングジャックってカロリー消費するメニューにはね、入ってます。なのでやっぱり、まあ、縄跳びとかもそうだと思いますけども、やっぱりジャンピングジャック、こういうね、やっぱりなんだかんだ全身使って、腕、肩、背中で跳ぶってことで、もも、ふくらはぎ、なんだかんだ全身使ってるエクササイズになるので、やっぱり万能なんだと思います。ですのでね、なかなかマンションの方はね、ジャンピングジャック難しいと思いますけども、まあ、ゆっくりね、下に柔らかいものを置いてでもやってもらえたら痩せやすくなるのではないでしょうか。ということで、今回100カロリー消費するエクササイズメニューでした。最後まで頑張った方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。これからも頑張っていきましょう。タートルズブートキャンプ、お疲れ様でした。